ハロー YouTube ニーハオヨーコワンリンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、ビタミンたっぷりのバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけども、蔬菜ということで、この蔬菜っていうのはですね、野菜のことですね。中国語で、蔬菜って言いますね。はい、今日の、中華ニュースなんですけども、中国国内でこの蔬菜ね、野菜の価格がどうなってるかという、話なんですよね。それでは皆さん、ちょっと動画見ていきましょう。はい、こちらなんですけども、要はですね、中国国内でめちゃくちゃ蔬菜の、価格が上がっているということですね。まあ、だからさっきの、ワーワーツァイだから、ワーワーツァイって、白菜でいいと思うんだけど、白菜が、これだとなんか、500g、まあ、500何十円、日本円にしてね、33元だから500何十円になっちゃってるっていう、そういう、話ですね。そのぐらい上がっているっていう話なんですね。まあ、だから多分、これ白菜って 500g 多分、まあ、覚えてないですけど、10元しなかったと思うんですよ、前。てか、まともな時は10元いかなくぐらいの、値段だったと思うんですけど、これちょっとひょっとしたらね、どっかのね、高級な場所なのかもしれないんだけども、それにしてもね、上がってるという話ですよ。まあ、ちょっと野菜の名前ね、これ一個一個ね、僕よ、直していくの結構難しいんですけどもね。ちなみにね、中国国内で野菜の名前ね、微妙に違ったりするんですよね。例えばね、キュウリあるじゃないですか、キュウリ。キュウリね、僕ね、チンコアって思ってたんですよ。青いウリだと思ってたんですけども、どうやら、標準語だと、ホアンゴアって言うんですよ。黄色いウリって言うんですよ。で、キュウリを見て、これが黄色に見えるのかなっていうのがかなり疑問なんですけども、あ、これ黄色なんだみたいな感じなんですよね。だから、まあ、地方によってあれが、なんかチンゴアって青いウリに見えたりとか、まあ、黄色いウリに見えたりとか、そういうふうに見えるという話ですね。まあ、野菜の名前難しいよっていう話なんですけども、まあ、それでこんな感じでね、上がっていると。まあ、一つはですね、気候条件の問題で、その値段、野菜の値段がね、上がっているのと、あと、ほら、最近ほら、石炭とかね、エネルギーの問題、それとなんか、まあ、例の病気のせいでね、ちょっと流通が滞ったりして値段が上がっていると。もう一つ、多分三つ目の理由として考えられるのが、いつものね、不動産ですね。不動産税が出たということで、不動産をね、売りに出してる人たちがね、たくさんいるわけなんですよね。それで不動産の価格がね、下がると、まあ、今までね、中国国内ってほら、人民元すりまくってたんですよね。すりまくって経済を、ね、刺激していたんですけども、この人民元をまあ、お金をね、すりまくるとどういった副作用が出るかっていうと、インフレになる可能性がね、あるんですよね。だから物の価格がね、異様に上がっちゃうっていう、副作用が出ることがあるんですよね。だからやりすぎたらまあ出るんですけども、まあ、それで今まではですね、その吸ったお金、まあ、経済刺激した後に吸ったお金がその不動産価格に流れ込んでいってたんですよね。で、その不動産価格に流れ込んでいったんだけども、実体経済は、そこまで上がっていないので、家賃そのものは比較的安いという、そういった状況になっていたんですけども、まあ、これで不動産価格が下がって、そこからお金が出てきたら、どこに行くことが期待されていたかっていうと、株式市場に流れ込むんじゃないかって、考えられていたんですよね。もう僕も長期的にはね、最終的にはそうなると思ってるんですけども、で、それがですね、物価に、まあ、今のところその株式市場にそのまま流れていかないんで、なんていうの、こういう物価にね、反映されていると、野菜の値段とかにも、まあ、もちろんそれだけが原因じゃないですけども、野菜の値段が上がったりとか、していると、そういう、話ですね。それで、なんか給料が、なんか昔と比べて、まあまあ、去年、数年前と比べて変わらないし、数十年前と比べたら、こう何倍になったか、
とか言うんですけども、まあ、ここに来てね、あの野菜の値段がボーンってこう上がってしまったら、あの元も子もないじゃないかと、まあ、インフレの方が早いよと、そういう話ですね。まあ、そんな状態でちょっと今のところで多分生活、苦しい、でしょうね。だから なんつうのかな、まあ、僕はこの状況になったら、結構ね栄養学って大事なんですよ。栄養学でビタミンこのぐらい取ったらいいやみたいなのあるんで、まあ、とりあえず今ビタミン剤取って、まあ、もちろんね僕さすがにねこの野菜の値段がねちょっと上がったぐらいでね気にしないんですけども、まあ、ビタミン剤取って、まあ、一通りのその、ビタミン取った上でその、まあ、なるべく野菜安い野菜をね買うと、まあ、そういった対策を、まあ、僕だったらね、取ると思います。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。